和歌山で乾杯。今回はアロチにありますティンカーベルさんに行ってみたいと思います。さて、どんなママさんがいらっしゃって、どんなお話が聞けるのか楽しみです。では早速行ってみたいと思います。和歌山で乾杯。この番組では和歌山県内のスナックをめぐり、お店のママとの会話や思い出の一曲を楽しんでいただきます。今回お邪魔するのは、前回スナック花酒のママからの紹介、和歌山市の繁華街アロチにあるスナックティンカベル。大人の雰囲気が漂うシックな店内のスナックです。迎えてくれたのはスナックティンカベルの京子ママ。こんばんは。こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。ご無沙汰してます。ティンカーベルさんに今日も、ね、はい、お邪魔してますが、まあ、ここはあの、この間花酒の高子ママさんが、はい、紹介ですけども、あの僕も昔ね、何度かお邪魔して美味しいお酒をいただいたような気がしてますけども、ここは何年経ちますか、ね。2月4日で丸32年になります。32年、はい、ということは僕もまだまだ若かった頃ですけど。そうですね。ママも一個も変わってないしね。いやいや、変わってもまだ20代でした、その時は。まあ正直におっしゃっていただかなくてもいいんですけど、はい、せっかくですからちょっと乾杯をしたいので、はい、今夜もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いただきます。まああのママさん、まあ、32年こうやってこられたっていうことなので、まあ、いろんなその、はい、ことがあったと思いますし、楽しいこともあったし、まあ、腹立ったこともあるやろし、はい、ね、あると思うんですけど、はい、僕ね、いつも聞きたいんですけど、こんなお客さんはいいなっていう、なんかかっこいいお客さん、かっこいいお客さんですか。僕も、まあ、またね、ここに来ることも、どうでしょうね、やっぱりマナーのいい、私もお酒好きなので、お酒の好きな、綺麗なお酒の飲み方っていうかな、そういうお客さん、綺麗なお酒の飲み方、うん、上手にあんまり崩れず楽しく、綺麗な飲み方ね、まあ、それはあるでしょうね、楽しく、うん、楽しく楽しくね、うん、逆にこの嫌なお客さんとかっていうのは今まで、やっぱりお酒に飲まれてしまって、他のお客さんに迷惑をかけたり、うん、女の子にも真剣に怒ってきたりとかあります。多少はやっぱりね、あのむしゃくしゃする時も飲みたいから、そういう時も来るお客さんもありますけど、うん、それで上手に紹介していただいたらいいんですけど、うん、変な方に行ってしまったら、うん、僕もね、あの、なんていうんですか、こう女性のいらっしゃるところっていうのはちょっと照れてしまうんですよ ね。だから何を、普通ライブで歌ってる時はもうバンバン話できたりするんですけど、こういうお店に来て綺麗なこう女性が座られると結構静かになってしまったりするんですけども、本当にこうシックな感じでいい感じですよね。だからこう、ここで水割りをね、こう向こうからシャッとこうシャッとやってもらって、こうカッとこうねで、こう葉巻かなんかね、こうちょっと加えながら、こうバーボンかなんかをね飲むとかっていうのは、なんかぴったりのお店だと思うんですけど。何言ってるんですか、トンペイさん。ところで、お邪魔したティンカベルはトンペイさんもデビューの頃からお世話になったお店。話はデビュー当時の話題に。僕そのここで歌わせてもらう、はい、こともね、あるんですけど、ママとね、はい、結構知り合いになったのが僕のデビュー曲からやったと思うんですけど、なんかそのあなたのそばでというね、まあ曲があって、トンペイさんのお友達、同級、うん、多分同級生の方がもう20何年前に、うん、あのいい歌でって、うん、僕の友達が CD 出してって言って、うん、それで多分初めて聞いたんですね。聞いて、でさっき CD を聞いていただいて、はい、でまあ、結構僕声が自分で言うもおかしいけど高く綺麗な声なんです。そうそうそうです。で実際僕のことを見られて、何回も聞きました。で僕のことを見られてびっくりしたんちゃいます。いいえええって、ね、そんな人多いんですよ。いいえ、それは全然大丈夫です。あなたの
そばでというのはね、はい、結構このアロチのママさんたちがリクエストをくれた曲なんですよ。そうですよね、はいはいはい、だからみんなよく知ってますよね。それでちょっと僕も名前がポンペイというのを皆さん知っていただけた、はい、そんな曲なんで、まあ、ちょっとかなわぬ恋の愛の物語を歌ってるんですけど、はい、まあ、和歌山でできた曲なんですけどね、まあ、なんかこうお酒を飲みながら聴いていただくにはいい曲かなと思うんですけどね、まあ、ちょっとこう切ない感じなんですけど、はい、ここをお邪魔することによってちょっと歌をね僕、はい、ぜひ歌わせていただきたいなと思うんで、はいはい、じゃあもう間違いなくそのデビュー曲を歌わせていただくということで、はい、よろしいでしょうかね、はい。コマーシャルの後は京子ママの思い出の曲とん平さんがあなたのそばでを披露します。寂しい夜更けの部屋窓を叩く雨の音あなたの部屋の小さな窓にも私の愛が来る幸せでしょう。あなたの胸で眠れたら死んでもいいと思った。あなたのそばで暮らせたらどんなに幸せでしょう。あなたの胸で眠れたら死んでもいいと思い出していただけました。全然声も変わってなくて素晴らしかったです。ありがとうございます。ちょっとポロッと泣いていただいてるんですねそれがまた僕の歌ってる身寄りにつきました。ありがとうございます。ティンカベルでの京子ママととん平さんのトークは次回も続きます。次回も酔わせちゃうわよ。